はい、どうも、はじめまして、こんばんは。ブレブレゲームスへようこそ。ご視聴いただきありがとうございます。1月の27日、本日ですが、14時頃に緊急パッチがディアブロ4に適用されました。ディアブロ4の開発がさすがにシーズン3が不評すぎるということで、いろいろね、情報修正をしてきています。今回の動画はシーズン3不評すぎてパッチ適用か、その内容の紹介と思うことをラジオ形式で語っていきたいと思います。ブルブルゲームスではディアブロ以外にもゲーム紹介、攻略動画、高評価とコメントもよろしくお願いいたします。では早速本編いってみましょう。はい、ではパッチノートを見ていく前に、英語版でしたので今回パッチノートを見て実機も触ってきました。その結果良かったところをね、いくつか実機を見ながら見ていきましょう。まずは宝石堂のゾルタンの誤報について修正が加わって、もともとはね、1回で3個までね、付与されていたと思うんですけど、それがね、10個までになりましたね。これはね、めちゃくちゃ嬉しいアップデートではないでしょうか。まあ、いまだにね、ギミックダンジョン自体は不評のままなんですけど、まあ、ギミックについてもね、判定が小さくなったりとか、ボウガンというか矢みたいなのがね、連続で降ってくることがあったと思うんですけど、それのスピードもね、減ったりしています。まあ、体感そんな変わってないような気がしましたね。未だに宝箱の前の部屋では端っこの方でね、戦わないといけないのは変わりません。ただもともと同じ素材で3個の付与だったのが10個になったので、宝箱をね、比較的簡単に開けられるようになった気がしますね。報酬ももともと美味しいので良い調整ではないでしょうか。なんならダンジョンからギミックを消してほしいですね。次は元素のコアを入手可能なオベリスクについて、炎とかね、氷が出てると思うんですけど、これのけぞりがね、めちゃくちゃあったんですよ。うわ、これ近づけないと思ってたんですけどね、これがなくなりました。めちゃくちゃいい調整なんでしょうか。てか、もともとのけぞりなんであったんだろうって感じですけど。またその原子コアを使ってイベントにね、参加できるんですが、そちらに出てくるこのマルファスの使者ですね、26レベル以上の敵からは確定でレジェンダリーがドロップするようになりました。英語版の翻訳なので、もしかしたら申し子の可能性もありますが、何回か死者を倒した感じ、確定でレジェンダリーがドロップして、確率がいいとね、2個とかドロップしたので、結構いい調整だと思いますね。ちなみに申し子については言うまでもなく、レジェンダリーがね、確定でドロップするので強いですが、もともと美味しい敵だと思いますね。そんな理由もあり、今1月の27日の16時頃なんですけど、めちゃくちゃね、イベントに参加するプレイヤーが多くて、皆さんね、原子コア拾ってみんな参加して、無限にね、レジェンダリーを手にしているって感じですね。最後に良かった点は、それぞれね、進化について制御石と調律石があったと思うんですけど、この石のレベリングがね、めちゃくちゃ緩和されました。先ほどちょっと回ってるだけで、まあいろいろなものがね、6とか7程度になっているので、めちゃめちゃくちゃね、レベリングが早くなったんだと思います。これはね、調整のおかげで、石の入手率はそこまで変わってないような気がするんですけど、まあ、1個重ねたり2個重ねたりするだけでレベルが上がるようになりました。はい、ではね、早速パッチノートをね、見ていきましょう。今回1月26日に、今ね、もうこのビルド当たってます。もうアップデート済みですね。で、先ほど試してきた動画をお見せしたという感じです。で、開発者メモ、プレイヤーはゾルタンの、誤報ですね、ではなく、マルファスの残響と戦うために、ペアーズ・オブ・ワーディングを使用する傾向があると気づきましたということで、今回、ゾルタンのね、誤報と、残響のマルファス、残響のマルファスじゃないな、マルファスの残響と戦う素材が同じなんですけど、そのアイテムをね、別に用意することで、まあ、プレイヤーがね、迷ったりとか、どっちかだけ選択するということをね、なくす意図があるということです。またさらに、マルファスとの戦いより難しくしましたが、得られる報酬を追加しましたということでした。まあ、これは別に、強くする必要はないんですけど、まあ、得られる報酬がね、良くなったという調整のようです。そうですね、これについては特に言うことはありませんね。はい、というわけでその詳細なんですが、まあ、マルファスの残響のレベルが85から100に上昇しました。で、そのマルファスの 体力プールが 30% もね、増加したということですね。で、先ほどね、紹介した新しいね、マルファスの残響を戦うためのアイテムの入手方法などがね、書いてありますということで、ワールドティアのね、4のソン・オブ・マルファス、これがマルファスの申し子かな?からも確実にドロップしますということで、まあ、こちらのね、イグアス・コアズを入手して、マルファスの残響と戦えるようになったということです。で、戦利品のアップデートということで、マルファスからのユニークストーンのドロップ率が 0.25 から 0.5 に増加しましたということですね。まあ、情報修正ということでね、まあ、たった 0.25% ですが、
そのユニークストアボスの後にチェストから 3% の確率でドロップするようになりました。まあこれは嬉しいんじゃないでしょうか。まあでも 3% なんですよね。コーブ・オブ・マルファスと倒すとより多くのレジェンダリーアイテムを獲得できるようになりますということで、さらにアイテムレベル925のアイテムがより頻繁にドロップされますということですね。これはねもうレベル925固定でいいんじゃないかと思うんですけど、まあ唯一心配点があるとすれば、今はローグをね使っているんですけど、ローグでマルファスの残響に勝てるのかが疑問なところですが、まあ一旦はね、とりあえず自分は今ワールドティア4に行ったばっかなので一旦様子を見ようかなと思います。続いてが進化についてですね。まあセネシャル進化ですね。開発者メモ、セネシャルが強力に感じられないというフィードバックを受けていますということで、進化は最大レベルに達するとさらに強力になりますが、多くのプレイヤーがこれを体験できるほど進化のレベルをねアップする機会がなかったことに気づきましたということで、プレイヤーが進化をレベルアップして新しいコンパニオンの可能性を最大限に解放できるように、まあチューニングストーン、まあ制御石と調理石をより多くのソースで獲得できるようにするために複数の変更を導入しますということですね。まあ、進化自体がまあ不評ではあるんですけど、まあ確かに進化のレベルをね上げないと、じゃあ上げていくとね結構使えるんですよね。まあなんか今自分ローグ使っててめちゃくちゃ感じるんですけど、なんなら若干進化の方が強いんじゃないかってぐらいになってきたので、まあ確かにねレベルを上げやすくするのはいい調整ではないでしょうか。その調整内容がこちらですね。まあ、制御石と調理石を作成するためには、まあ、多分レベルによって多分この素材、砕かれた石と、鉄の塊かながそれぞれ220で多分上がってく仕様だったのかちょっと分かんないんですけど、これがね固定で220になったということですね。続いてが最大レベルの石をね見つけた時に、まあ、先ほどの砕かれた石素材がね150から200手に入るようになりましたということですね。今までもしかしてこれ最大レベルのチューニングストーンというか調理石と制御石見つけても何ももらえなかったんですかね。あ出たポンみたいな。そしたらもう一生レベル上がらないような気がするんですけど、これ一個疑問なのがこの砕かれた石を付与されますということなんですけど、まあ、この砕かれた石とね、先ほどの鉄の魂をね使って鉄の塊かを使って、まあ、このね、箱を作るんですが、これからまた最大レベルの石が出てきた場合ってもう一回この砕かれた石になるのかな。ちょっとこれどうなんだろう、わかんないけど、他の石のレベルが上がるでいいんじゃないですかねこれ。いや砕かれた石を使ってもしかしたらそれぞれの石って強化できるんでしたっけ。すいません少し話が逸れてしまったんですが、ソングオブマルファスですね。マルファスの申し子で常に2から3個の石がねドロップするようになりましたということで、まあ、先ほどのね箱が1個作っても1個しか石が出なかったのが2個にね増加しましたということですね。まあ、こちら4、5個ドロップしてもいいと思うんですけど、とりあえず倍になったということですね。はい、ではちょっと実際に試したいと思います。これをね1個作りますと、で1個作った状態でこれを開けます。そうするとあー2個出てきますね。これはまあ、1個よりは2個の方が嬉しいですよね。まあ当たり前のことですか。はい、では最後にそれぞれの石の経験値要件が軽減されてレベリングに経験値が簡単になりましたということで、自然にねランクアップできるようになりましたということですね。まあ、これが総じて一番いい調整だったような気がします。先ほどちょっと 1,2 時間ぐらいプレイした感じは、まあ、石もね獲得できやすくなって、かつそのレベルのね、経験値要件が緩和されたということが嬉しいんじゃないでしょうか。はい、で続いてがね先ほどと被るところもありますが、まあ、先ほどのゾルタンウェイニングの最大スタックが300から900に増加しました、999に増加しましたとかありますけど、まあ、先ほどの、そうですね、ゾルタンの誤報とかのねスタックがもともと3だったのが、10ね付与されるようになりましたとか、レジェンダリのねアイテムをドロップするようになりましたとかね、いろいろ修正が加わっているプラスと、あとはそのダンジョンのねギミックがいろいろねあったと思うんですけど、その 1.5 秒以内に3つのダーツが命中した場合スタックは3でなく1だけね失われますとか、ちょっとギミックに対する緩和がね施されたり、オベリスクの序盤で説明したノックバックが削除されたりと、まあ、結構嬉しめの調整が多いような気がしますね。
まあ、こことかはねそんなに、ちょっとここはエンディングカウントを完了するとチェストが表示されるようになりますということで、これからの新しい宝箱は26レベル以上から確実にレジェンダリーアイテムをドロップするようになって、 35% 確率で別のレジェンダリーアイテムをドロップするようになりましたとか、結構いい調整が入っています。またバグの修正ですね。あ、これ結構問題になってましたね。プレイステーションのプレイヤーのマップにゲートホールが表示されない問題を修正しましたということでね、この問題が修正されたりしていますということですね。はい、ではいかがだったでしょうか。緊急で動画を作りましたが、まあ今ね残ってるプレイヤーが少ない中ではいい調整をね施したんではないでしょうか。まああとねシーズン3もね3日始まってこの緊急パッチを適用したということは結構人口がね激減したということでしょう。ちょうどシーズン3の皆さんの意見をまとめつつ動画にしようとしていた時にこのパッチが適用されたので、今回はねパッチの内容を紹介させていただきました。皆さんはどう思いますでしょうか。今回の動画は以上です。よかったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ブレブレゲームスでした。